ウィーク8が始まるよ。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム 2022FW ウィーク 8? ダクタウン。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。はい、ウィーク8ですね。ウィーク8をバンズとかスワロフスキーって、ま、俺撮ってる時点まだやねんけど、どうなるんやろな、これ。ダクダウンか。ダクダウン。俺の、なんとなくこの、これ知ってんだよ、なんか。ケアレスマンとかブラックモーンか。なんか、ふわーってあんねんけど、あんま俺全然詳しくないからな。いやいや、まあそちらの方のコラボやな。見ていくねんけど、バンズ、まあ、俺が言ってる頃にまだ来てるかもわかんけど、でもまあ、もう見ていく。どうぞ。いや、見ていって、これ。いやーこれコラボ見ていったけど、これなー、ビーニー可愛いな。ビーニー可愛いけど、ベタに T シャツ欲しい。ベタに T シャツ欲しい。いや、T シャツ欲しいな、これ。俺 T シャツいっぱいあんねんけど。いや、これ T やな、これ。T 欲しいよ、これ。ビーニー可愛いけど T かな、これ。フーディーまでじゃないけど、ビーニーか、T シャツ欲しいなぁと思ったけど、 T シャツかっこいいな、これ。なんか古臭くてかっこいいやん、これ。俺 T シャツかな、これ。ちょっと悩むな、これ。T シャツかっこいい。マジかっこいい。では、ちょっと、レギュラーの方、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。レギュラー見てきましたね。レギュラー見て、どうやな、レギュラーで言ったら俺もピーンって来たやつあんねんよ。結構意外と何個もあんねんよ。サーマル。サーマルかっこいい。サーマルいいよな。サーマルもいいねんけど、オーバーオール。オーバーオール欲しいと思った。オーバーオール欲しいなぁ。いや、俺オーバーオール大好きなんやね。あのスタイル好きやねんけど、あのトイレが行きづらい問題があんねんけど、トイレだ。台の時特に。いや、オーバーオールはもういいよなぁ。前の前からオーバーオール買えばよかったってめっちゃな、心残りがあるから、オーバーオールはすっげぇ。ちょっと悩む。オーバーオール、いいと思ってんねんけど、さらに言ったら、ガチャガチャのマシンが欲しいね。あれ、国内出んの?ガチャマシン来たやん。あれ、国内出たら、いや、出えんかな?あれ、俺、海外でも欲しいぐらいも。海外の、どころで買ってもいいぐらい、あれ欲しいなぁ。ガチャガチャ欲しい。ガチャガチャ欲しいって思ってんねんよ。あと、あの、なんだ、ボックスロゴの、なんだ、ようわからん、なんか、あの、形になったやつあねんか、ボールチェーンな。あれ、ボールチェーンかな、ようわからんけど、あれもいいなぁと思ってんねんよ。
いやー、ね、ナイフも欲しいんだよ。ナイフも。尖ったナイフも欲しいんだよ。で、なんかそういうと、結構あんだよな。なんかこれどうしたらいいと思ってな。で、やっぱオーバーオールかな。いやー、これなー、レギュラーが結構ちょい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 、ピンピンって来とったよ。ピンピンって来とったよ。悩むなー。な感じで、な感じで、ウィーク8を見ていきました。見ていって、まあまあ一つ言ったら、まあ今の時点で、バンズとかスワルスキーに言われたんだけど、まだなんか上がってきてないから、ちょっとそこはちょっと、あるかどうかわからんね。ほんで、まあまあ変更とか追加とかあるかもわかんないねんけど、今の時点では、バンズとかソウルスキー来てないねんな。いやー、今の時点どうなんかなー。だよなー、オーバーオール気になんねんな。オーバーオールが気になる。いやー、来てみたいってあんねんよ。かわいいもん。かわいいもん。これいいよなーと思ってるけど、ガチャガチャ。ガチャガチャかなー。あれ、飾りてーと思うねん。飾りてーと思ったら、ガチャガチャ悩む。ガチャガチャ悩むな、これな。ガチャガチャかな。国内出てほしいな、ガチャガチャ。っていう思いが大きいわ、これ。そのバンズがどんなんかっていうのもな、もし来るんであればな。このまま来えへん可能性もあるやんか、これ。まあ、今の時点で、俺はもう知らんねんな。バンズが来るかどうかも。もうこれ撮り終わった時点でもう来てるかもわからんねんよ。わからんねんけど、俺撮ってる時点ではバンズまだやねんよ。来るんかこれ。いやもうそれもな、ようわからん問題でなんかな。だから来るんやと思ったら早く来るやろうと思ったりもしてるけど、こんな言ってても動画上げることはもう来てるかもわからんねんけど、なんとも言われへんねんな、これ。だからこれな、ちょっと悩む。悩むな、これ。ダクダウンのなんかコラボの方もなんか T シャツはいいなと思う。T シャツ欲しい。T シャツかなー、こう考えない。 T シャツが、 T シャツなー、いろんな色が出るから、ちょっと黒じゃない色。だからまあ黒がいいねんけどな、悩むなこれ。悩むなこれな、どうしたらいいんやろなー、これなー。全然知らんねんけどな。知らんけど、なんか欲しいなりや。かっこいいもん。あのマーク覚えてんねん、なんか。なんか覚えてんねん。俺、その、なんか、ジャケ買いで、レコードバーって買ってた時に、話してんの、キャレスマンぐらいしか知らんねんよ。ブラックモンか、なんか、もう知らんねんわ。あんま知らんの、詳しくないねんけど、いや、ちょっと欲しいなと。ちょっと欲しいなと思ったり、いや、だけど、オーバーオールがいいなぁと思ったら、もうめっちゃ悩む。めっちゃ悩むね、これ。これじっくりな、悩まなあかんなぁと思ったりな。なんか中途半端にバーンとなんか、その、全部出揃ったわけじゃない。だこれもわからねえな。これもよくわからん、これ。だから今の時点では、オーバーオールかなぁ。今一番来てのオーバーオールかなーと思ってるかなー。これちょっとなー、だから見てたら楽しいな。すっごい、うわ、これがこんな感じあるんやーって、なんか、ワクワクするよな。ワクワクするわ。ワクワクさないで。見ててすっげー楽しい、これ。いろんなんな。B2 もいいなーと思ったりな。なんか、すっげーなんか仕事でめっちゃ疲れてるけど、癒しやな。いやしやわ、これ。悩むけど、まあまあ、じっくり、まだ時間あるから、じっくりじっくり悩んで、これやっていうやつ、選んでいきたいなと思うわ。これなんかいいやろなぁ。でも、なんかこれ言ってんのがめっちゃ楽しいね、これ。どうしよう、やめとこうかなぁ。どう、やっぱ欲しいよなぁっていう、この、ウォーサーをしてる時が俺めちゃくちゃ楽しいなって思ってる。幸せなメッチでございました。どうですかね皆さん。ビーンと来たやつあるかな。いや、わて相変わらずあんねん。これをもう、金足らんでほんま。どうしたらいいこれ。マネーもんでほんま。まあ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 。ぼちぼちやりましょう。メッチやんでした。はい。
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。なんか仕事で帰ってきてなんかこれテンション上がったわ、上がり上がった、ほんま喋りすぎてなんか喉がカラカラなんできたわ。うん、めちゃでしょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。メッチ頑張りますのでよろしくお願いします。メッチ。